はい、神チューブの神の伊藤です。本日10月の4日は新世紀エヴァンゲリオン放送から27周年ということで、エヴァファンとしてはもう本当にめでたい一日だと思います。なんですけども、この10月の4日にさらにエヴァファンとしては嬉しい出来事があったんですよね。もう皆さんもお待ちかねの新エヴァンゲリオン劇場版の円盤の方が、高3の方から発売が発表になりましたね。そしてさらに発売日の方が2023年3月の8日ということで、この3月8日といえばね、もうエヴァファンはもうピンとくると思いますよ。新エヴァンゲリオン劇場版の公開日なんですけども、もうそのちょうど2年になるこの2023年3月の8日の水曜日に、このエヴァのね、この新エヴァのこのブルーレイ DVD が発売になるということでね、もう本当僕もこの連絡を受けた時は、もう本当に震えるぐらい嬉しかったなっていうふうに思いますね。まあなんですけども、この新エヴァンゲリオン劇場版のこの円盤、いろいろな特典がついてきます。例えば 3.0 プラス 1.11 といって、まあこちら 3.0 プラス 1.0 をこの一部調整をしたのが 3.0 プラス 1.01。まあこちらの方は皆さんも映画館の方で見に行ったと思うんですけども、そこからさらに一部調整を重ねたのがこの 3.0 プラス 1.11 ということで、こちらの映像の方がこの DVD、ブルーレイ、円盤の方に入りますよという感じになっておりますね。まあなんですけども、このまあ一部調整というのはね、エヴァンゲリオン新劇場版9の時のその円盤にもありましたけども、まあ、今回もう一つね激ヤバなのがあるんですよ。それがなんとですよ、このエヴァンゲリオン 3.0 のこの新作の特典映像が収録されますよという感じになってるんです。新作ですからね、新作の映像が入ってますよという感じになってるんですよ。ディスク1はもちろん本編、そしてディスク2がおそらくこの新作の映像という感じになると思うんですけども、もうこれはね、もう本当に、これだけでもこの新エヴァの円盤買う価値は十分にあるぞという感じになっておりますよね。そしてさらになんですけども、こっからいろいろな特典というのがついてきます。もうね、ほんといろいろな法人さんであったりとか、エヴァストアさんが用意していただいているんですけども、まず、エヴァストアさんの特典としては、エヴァストア特典付きと、エヴァストア限定セット特典付き。まず、この大きく分けて、この2つに分かれます。このエヴァストア特典付きというのは、このストア限定特典のポストカード5枚ついてくるのが、このエヴァストア特典付きとなっておりますね。そして、このエヴァストア限定セット特典付きというのは、なんと、庵野秀明総監督の実使用表紙の、この複製台本の方がついてくるのが、このエヴァストア限定セット特典付きとなっております。こちらの方にはストア限定のこのポストカード5枚の方も付いてきますというのがね、このエヴァストアさんの大きくしたこの特典になってくるんですけども、もうね、これはね、もう僕ももう予約しました。もう皆さんもね、ぜひともこちら予約してほしいと思うんですけども、このエヴァストア限定セット特典付き、もうこちらの方をね、皆さん迷わず僕が予約してほしいなっていうふうに思いますね。もちろんブルーレイであったりとか、この DVD、そしてウルトラハードディスクブルーレイ、まあいろいろなありますんで、まあ、詳しくはエヴァストアさんのホームページに飛んでいただいて、まあ皆さん選んでほしいと思いますね。そしてこのキクリドーさん、こちらの方では、このサウンドトラックの CD がついてきますよという感じになってて、このサウンドトラックの CD がついてくるのは、もうこのキクリドーさんのみとなっていますんで、まあ、サウンドトラックが気になる方は、まあ、そちらの方で予約してもいいのかなっていうふうに思いますよね。そして、さらにですよ、こっから、各法人さんが用意していただけている特典の方を皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、今回のこの法人別のオリジナル特典なんですけども、たくさんあります。キャラクターごとに分けられているんですよね、今回は。この、例えば、シンジ君のやっぱり綾波、そして、この、アスカ、マリさん、カオル君みたいな感じで、キャラクターごとに分かれていて、そっからまたね、こう細かくなっていくんで、数えたら、これ30超えているんですよ。もうそれぐらいの特典の数になっていますよね。まず、ミサトさんと、このシンジ君バージョンですね。こちらの方が、アミアミオンラインショップさんは、B2 タペストリー、タワーレコードさんは、A4 クリアファイル、エヴァンゲリオンストアさんはポストカード、キンクリドーさんは英語アクリルプレートとなっておりますね。そして綾波レイ各歌唱に関してはソフマップアニメガさんが B2 タペストリー、ロッピー HMV さんが色紙、楽天ブックさんがアクリルブロック、スタヤさんが A4 クリアファイル、
ワンダーゴー新生堂さんがアクリルキーホルダー、エヴァンゲリオンストアさんがポストカード、キンクリトーさんが英語アクリルプレートとなっております。そしてアスカの方が、虎の穴さんがアクリルカラビナ、ヨドバシカメラさんが B2 タペストリー、エヴァンゲリオンストアさんがポストカード、キンクリドーさんが英語アクリルプレートとなっておりますね。カオルくんに関しては赤いクマさんが長方形缶バッジ、アニメイトさんが A4 キャンパスボード、セブンネットショッピングさんがアクリルスマホスタンド、ビッグカメラ小島さんが B2 タペストリー、ネオウィングさんがアクリルキーホルダー、エヴァストアさんがポストカード、キンクリドーさんが英語アクリルプレートとなっております。そしてマリさんに関しては玉光堂、バンダレコード、ライオン堂、イケアミュージックさんが英語クリアファイル、ゲーマーズさんが B2 タペストリー、山田電機さんがカードサイズカレンダー、上新ディスクピアさんがアクリルキーホルダー、エヴァストアさんがポストカード、キンクリ堂さんが英語アクリルプレートとなっておりますね。そして場面写真使用しているのがアマゾンさんが3方ボックス台紙付きポストカードセット、スタヤさんがプロマイドセット、商品のロゴを使用しているのが山の楽器さんステンレスクリップとなっておりますね。もうねこれねめちゃくちゃあるんで、正直ねすっごいこれ悩むと思うんですよ。僕もさっきねこのまあ、安野さんの台本ついたやつはもう予約しちゃっていいんですけども、もう一つね僕も予約しようと思っていて、もう本当にすごく悩んでるんですけども、まだね全然決まってないんで、まあ、予約の方はねそんな慌てなくてもまあ、間に合うとは僕は思っていますんで、もう皆さんもねぜひと迷っている方はもうね本当に考えて予約してほしいと思いますね。そして皆さんもねもう伊藤さんこれ予約しますよとか、僕は絶対これにしますよっていう方ありましたら、コメントの方に残していただけたら嬉しいかなっていうふうに思いますね。このイラストの方に関しては基本ねこの薄い本であったりとか、映画特典でもらえたこのミニポスターであったりとか、そういったイラストを使われているっていう感じになっているんで、まあ真新しさっていうのはないんですけども、やっぱ違うグッズっていうふうになりますんでね、これはぜひとも欲しいなっていうふうに思いますよね。もういよいよ新エヴァンゲリオン劇場版のこの DVD ブルーレイ円盤の方が発売になったということでね、もう身近で家でも見れますし、もちろんねこの新エヴァの円盤買わない方もいらっしゃると思います。もちろんねこのレンタルショップとかでこのレンタルもできるときはもうマジかだと思いますんで、ぜひともね新エヴァ見たことない方は、まあ、そういった観察でもいいと思いますんで、この新エヴァンゲリオン劇場版を見てほしいなっていうふうに思いますね。いやもう本当に激アツなこの10月の4日だったなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じで今回の動画を終わせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。